はい、ただいまね、18時17分。先端の方が一人入ってるんで、まあ、ちょっとね、一番いい場所には入れませんでしたけどね、頑張ってやっていきますよ。ただいまね、18時52分。ダメかな。もう開始早々でもうね、心が折れそうなんですけど、ダメかな。19時36分、ここのね、いつもの先端の場所ね、空いたんでね、移動してきたんですけどね、向こうに置いてたね、竿をね、巻いたらね、太刀を食ってたみたいで、温めて、おったらすぐ来る。まだおるっちゅうことやね。おるっちゅうのさえ分かりゃこっちのもんじゃ。回収でね、なんかね、重たかった。今ほら、渡り来た。これ間違いかな。お、ほらほら、やっぱり渡りやった。来たー。ほら、やっぱおるわ。20時10分。こっちやね。外向きがやっぱり一番ええみたいな。ちょっとね、映ってないと思うんやけどね。鏡越しで見えるかな。まあ、太刀魚ですよね、あれね。ちょっとやりづらいな。やりすぎた。来た。やっと2回目の当たり来た。2回目の当たり来た。20時47分。来たー。これ絶対立ちよう。ほら、行った。ほら、行った。よっしゃ、いけ。よっしゃー、よっしゃー、来たぞ。さすがマズメやね。あれ、反応なくなった。あれ、反応なくなったな。いやー、おらんようになった。あかんなー。はい、21時42分。いやー、あたりから、ね、1時間ぐらい経ちますけどね、何も来なくなりましたね。ほら、これは太刀魚くん、どこおるの。太刀魚くん、どこにおるのかな。さっき来てくれた太刀魚くんは。いやー、難しいね。とりあえず当たりやったからね、今シーズンはまだ続くという、ね、結論になってるんはなってるんですけどね。釣れてないとね、ちょっとね。来た来た。やっと来ました。22時41分。サンマですけどね、今日ね、4回目の当たりですけどね、3回全部ね、合わせまでいけずにね、終わってますよね。なんかね、今日は外しそうやで。もう本領発揮やで、ほんまに。一つやね。すっごい弱い。サンマやからかな。よし、走ったけど弱いな。
しゃ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 、回してか、チーン、よいしょ、なったあ、なんか抜けた、うわ、抜けた。いやー、参った参った。あれ、もう一発待っとかなかねえな。いやー、今日4回目の、あたりでやっと合わせできたらすかか。本領発揮やな、本領は。さあ、ただいまね、0時15分。もうちょっとね、暇すぎてね、2本目出しました。どうしましょうこれね、当たり止まっちゃいましたね、ほんまに。今日は全部当たり外しとるなほんまに。もうこれでも全部当てとったら4本取ってることになるもんな。まあそんなないけど、もう流れ完全に止まってしまって、だるい潮になってしまうんだから、ちょっとこれは大変ですよね。どうしましょうかね。イカのあたりもないしね、何にもありませんね。よいしょ、当たり来た、多分来た、違うか、あれ、ほら来た、サンマや今日。ほら2本目投げて1本目サンマや今日ね。こういうことあるんよね、今日サンマの日やな。思いっきり回収でね、がっつり食ってきた。いやでもね、こんなん食ってくると思えへんからね、思いっきり遅れたんやけど、どうも動かさんと食ってこん感じやな。今日はサンマの日ですけど、ちょっとじっくり行きましょう。じっくりね、2本目出したら正解やね。そういうことですよそういうこと、そういうこととか、どういうこといや、そういうことなんですよね。よっしゃ、これちょっとまだ早いと思うんだけどな。止まりよったね。振り向きよったら、あー上がってきた、あらららら、あらららら、あらら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 、今日は本領発揮やで、ほんまにほんまに真の実力を見せてるわ今キビの方に来た、キビの方に来た、来た来た、よっしゃ、0時28分、ほら来たぞ、あ、いやー神経質、いや、かなり慎重なやつやな、こいつ。いや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 、こいつは生き残るで、多分。いやいや、まだ分からんけどな。
からんけどな、多分なこいつはね俺より上手やと思ういやいや、中にはね天才的なね太刀魚くんがいてるんですよ、ほんまにね。そういうやつって生き残っていくんやろね、多分ね。あかんな、降りてきやんな。いや天才くんやな、多分な。もしかしてほら、サンマの方に来た。忙しいやん、忙しいやん。サンマ食い直したね、これ0時33分ほら、いやこいつさっきのやつやな。あ、向こう来た、向こう来た全員イカや、もうこれもう。なんかイカがいてるっぽいな。おらんかった、イカ来たね、イカが。多分イカやと思うけどこれ。タチオっぽいで、タチオっぽいね。これで沈まんかったらイカや。イカやな。あ、向こうに来た。こっちに来た。ほら。こっちに来た。イカがね、こっちに来ました。あれ、話した？ヒイカ、ヒイカやな、これが。赤。今日なんかヒイカがサンマに反応するんやけど。ちょっと。おー、どこ投げてもヒイカが来るやんけ。ヒイカ用に作った仕掛けの方を食ってこんでな。タチウオの仕掛けの方ばっかりヒイカが食ってくるんだよね。ガシガシに食ってくんな。こっちはヒイカの仕掛けの方に当たり来た。今ちょこちょこっと沈んだわ、ヒイカの仕掛けの方に。沈まんな。ああ沈むな、これが。抱きついたかな。お、え、何これ、タチウオやん。おしとけ、これタチウオやったらやばいな。何タチウオやった、いやータチウオやったタチウオやったヒイカ用の仕掛けにタチウオ来たなんやねんお前、どういうことやそれあ、向こうにも来た、向こうにも来た、来た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 、こっちにも来た。でこっちイカやったりなんかしらいや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 、もうイカ狙ってる方にタチウオがかかって、で
で、太刀を狙ってる方になんかイカっぽい当たりが来るというね、もうわけわからん状態になっとるやん。どういうことやこれ。びっくりしたわ。うん、こっちタチウオじゃないよね。タチウオの当たりじゃないよねこれね。なんかね。なんなん逆や。逆や。あ、タチウオ、タチウオ、タチウオ、来た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 。ちょっと待てよ。来た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 。ダブルヒットで来た。これあれやね。まだ群れで入ってくるね。ほら行くぞ。2のさ、よし、乗った。うわー、乗った。うわー、ダブルヒット。よいしょよいしょ。ほら、おっしゃ、ほれほれ、2匹ダブルヒット。1本は以下の仕掛け。わーいわーいわーい。あんな釣れ方するとはね、なかなかないですよね。まあ、ね、いやほんまね、もうあれでもうなんかね、今日終わりって感じでしたよね。もう今日はもうこれでもう満足って感じ。もう今日はね、まあ、あの釣れ方したらね、もう今日終わりですよ。もうね、もうお腹いっぱいですよ今日。